はい。えっとね、今回のね、動画はですね、えっと本日、え2021年9月四日土曜日の、えただいまね、14時、14時じゃないな、えと、13時40分を回るとこなんですけど、えっとね、昨日ね、えっと、あの、夕方、夕方に、えと、2回目のねえと、ワクチン接種を え、してきたんですけど、えっと、コロナのね、えっと、1回目は確か3週間ぐらい前に、え、打ったんで、まあ、そのね、動画はまた3週間ぐらい前に、え、遡っていただけたら、えっと、あるんでですけど、えっと、今回2回目ということで、2回目はね、2回目のワクチン接種はちょっとあの、副作用で、え、まあ、熱が出るらしいんですよ。で、えっと、今測ったらですね、えっと、30, 7.6あります、はい。結構高いですね。えまあ37.5を超えると、まあ、ちょっとやばいみたいなんですけど、まあちょっとね、えー、やばいです。というのも頭がね、ちょっとだるくて、あのここら辺のね、えお腹がとかは全然だるくないんですけど、頭がね、もうちょっと顔とか首周りがちょっとだるくて、えまあ、 おでこを触ったら結構熱いんですよね。うん、はい。まあ、これが副作用かと。まあ、あの、えっと、コロナのね、えーまあ、2回目のワクチンを接種した後の2日間は、えっと、2日間、まあ1日半ぐらいは、まあ、個人差はありますけど、えー、まあ、熱が出るらしいんですよね。まあ、まあ、そういうことを聞いてたんで、えっと、1回目の時は、 あのなんか普通に、ね、打ったここの腕を打ったんですけど1回目は、ね、ここの腕を打ったんですけどこんな感じで打ったんですけどあの全然ね、えーまあ、あのちょっとここの筋肉痛があるぐらいで、まあ、特に体調に変化はなかったんですけど2回目はですねちょっと体調に変化があるというか、まあ、ちょっと倦怠感があるっていう感じですね。うん はい。まあ、えっと、本日、えー、まあ、幸いにも土曜日だったんで、ど土日なんでね、えー、まあ、休日で、まあ、あのー、学校とか行かなくてね、えいい日なんで、うんですけど、学校とかがあったらね、まあ、1日でも2日でも休んだら、えー、だいぶね、授業遅れるんでね、えー、まあ、 金曜日のね、えーと、昨日の夕方に打っとってよかったなってね、思います。はいまあ、症状は、ちょっとあの僕は、えー、まあ頭痛というか、まあ、あの頭に、えー、と倦怠感があるというかね、ちょっと,、まああのえー、と頭痛というか、えーまあまあ、頭痛も、ねえー、と少々して、まあ、ちょっとだるいって感じですね。頭がだるい。っていう症状です。まあ、個人差はあると思うんですけど、はい 僕はそういう症状なんでね。2回目の接種を打つという、2回目の接種をね、するっていうね。これから接種を受ける、接種するっていう方はですね、ちょっとごめんなさい。ロレスがあんまり回ってないんですよね、今。2回目のワクチンを接種する方はですね、近々する方はこれをちょっと参考にしていただければなと思います。はい。 なんでなん今日は、あの今朝はね、何ともなかったんですけど、昨日の夜から、まあ、何ともないなと思って、今朝起きた時も、特に体調の変化はなかったんですけど、一回、えっと、9時から10時の間に寝たんですよね、またね。二度寝して、で、と,とまあ、なんか大体いい30分から40分ぐらい、二度寝して、で、起きたらなんかだるいなと思ってね、あれ、ちょっと頭がい、いいえっと、痛いとまでは言い,い、言いま、 ないけど、えー、ちょっとね、えーまあ、だるいなって、ね、感じてで、まあ、熱を測ったら、えー、と体温計で熱を測ったらですね、えーまあえー、37.1だったんですよ、えー、と10時ぐらいかな10時11時ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと昼過ぎから12時過ぎてからどんどんねちょっと体調が悪化してきて。 でまあ熱えっと、さっき熱を測ったら、まあえっと、37.6だったってことですね。この動画を、えー、撮る前に、えー、体温計測ったらね。はい。まあ、そんな感じです。まあ、めちゃくちゃも何もできんぐらいね、えー、しんどいっていうわけではないんですけど、まあ普通、えっと、通常の時よりは、えー、まあちょっとろれが回りにくかったり、 えー、まあちょっと倦怠感を感じたりね。えー、まあえっ、ー、とあくびもよく出ますね。うん。眠たくはないけどなんかだるさからしてちょっとあくびが出る感じです。はい。まあ結構あの、えーまあ、表現すると、えーまあ、結構あの疲れたような症状ですね。一回目の時はここ何回いる昨日ここをめちゃくちゃ え、使った作業をしたのかなっていうぐらい、えー、ま、筋肉痛になるぐらいなんですけど、それだけなんですけど、えー、ま、2回目の接種の時の、えっ、ー、と、副作用は、えー、ま、結構疲れた感じの症状です。うん。まあ、ちょっとね、えー、ま、個人差はあると思うんですけど、まあ、そんなにね、まあ、なんか、え、体調が悪化しない人もいれば、えー、ものすごく、えー、 だるく感じる人もいると思うんでね。はい。まあ、そこは違うと思うんですけど。まあそんな感じです。ということでね。えー、まあ今日はちょっとゆっくり寝ます。はい。ということで今回の動画は以上です。